はい、本日は阪神電車の大阪梅田駅に来ています。まあ、阪神タイガースがセントラルリーグを優勝したということでね、まずはねおめでとうございますって感じなんですけれども、まあ、こんな感じでね阪神タイガース優勝を、ね、すごいもう祝って、まさに今ノリに乗ってる阪神なんですけれどもね、まあ、阪神百貨店でも優勝セールとか行われたりしてるんですけれども、今日はあの2023年の9月29日今日なんですけどね、阪神電車のあの向こう側線で走ってる車両、それがあの阪神本線をね走るみたいなんですよね。そう、これかなり珍しいことで、阪神向こう側線2両編成のね、まあ、ワンマン列車が走ってるんですけれども、甲子園号と阪神タイガース号、これがなんか連結した車両が今日から3日間限定で阪神本線を走るみたいでね、はい、今回はそれに乗っていこうと思います。そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。これ今目の前に止まっては阪神の5700系ジェットカーで、ね、ジェットシルバーと言われるやつなんですけれども、新しいジェットカー、これもあの阪神優勝のねそこ祝ってるということで、それ以外にもびっくりしたんですけど、阪神大阪梅田来てあの久々に来たんですけど、いつの間にかホームドア設置されてるんですよ。あそこの奥の方なんですけどね、駅の方もすごい綺麗になってて、ちょっとびっくりしてますね。ここも多分今なんか工事やってるんで、多分そのうちホームドアも設置されると思うんですけどね、どうなるのか。ほんまに阪神18年ぶりのね、今回阪神タイガース優勝ってことなんで、もうあのほんまにあの祝福ムードがすごくてね、いやほんまに阪神電車ね大盛り上がりっていう状況です。お今ちょうど、ね、普通高速神戸駅が発車してきました。まあ、ジェットカーというのはあの加速がすごい、ね、速い車両なんですよ。こう4番乗り場は基本的にあの各駅停車が、ね、発着するホームです。時間があるんで 1,2 番ホームにやってきたんですけど、こんな感じになっててすごくないですか。これあの全く別物の駅みたいに見えるんですけど、ホーム幅も広い、しかも床めっちゃ綺麗やし、ホームドアも設置してあって、壁とかもすごい綺麗になってるんですよね。阪神大阪梅田駅生まれ変わったかのような感じがします。はい、じゃあ10時6分発の普通高速神戸駅としてやってきました。タイガース号と甲子園号が連結してるということで、いやすごいよね。黄色いのがタイガース号、阪神タイガースって書いてあるんですよね。向こう側って書いてあるから、お前向こう側線でね走ってる車両なんですけど、今日は阪神本線で走るという、やっぱりここがすごいですよね。甲子園号とタイガース号がねこれ連結してるけど、これはめったに見れない光景です。これ車内もこんな感じ、あのこれユニフォームみたいな柄になってますよね。車内にも阪神優勝のこれもあります。あそこは貫通扉のところも阪神タイガース。早速乗ってるんですけどね、向こう側線を走る車両が阪神本線を走るっていうのがまず面白いです。でこの車両ってあのジェットカーなんですよ。どういうことかというと、この車両は阪神本線を走ってる5500系を2両編成の、まあ、ワンマンが改造して向こう側線で、まあ、活躍してる車両なんですよね。だからベースが阪神の5500系ってことなんで、ジェットカーなんで面白いですね。向こう側は車両があって、
感じでね、阪神の 5500K ジェットカーなんで、軌道加速が 4.0km あるんですけどね、向こう側線では絶対あの出せない加速なので、この阪神本線ではね、まあ、出せるということで、今乗ってる車両がタイガース号なんですが、この前に連結しているのが甲子園号ですね。ちょうどあの連結部のところです。やっぱりこの2つが、ね、連結しているというのは面白いですよね。って言ってる間に尼崎に到着です。尼崎はやっぱりギャラリーの数が多かったですね。しても加速がやっぱり速いですね。やっぱあのね、2両編成のワンマンが改造して向こう側線で、まあ、ゆっくり走ってるんですけど、やっぱりこうで乗ってみると阪神本線走るとやっぱりあのジェットカーやなというのを、ね、実感しますね。タイガース号と甲子園号の2プラス2の4両編成なんですけども、今乗ってるのはあの普通高速神戸行き、まあ、各駅停車普通の運用なんですけど、まあ、阪神電車って特急とかあるんですけど、まあ、4両編成なんで特急の運用に入ることはまずないと思います。基本6両編成なんで、まあ、普通でしか、ね、走らないと思いますよ。列車で向こう側に到着するところです。まさに今乗ってる車両が向こう側線の車両なんですけどね、この辺ここのホームに入線してくるのが面白いですわ。混乱します。この駅で向こう側線に乗り換えることができます。でもこの列車はね、阪神本線をこのまま走行していきます。すごいシュールというか面白い光景ですよね。でもこのスピードですよ、スピード。ほんまに向こう側線の車両とは思えない速度で阪神本線走ってるんで、甲子園球場の最寄り駅の甲子園をね、発車していきます。ここもギャラリーの数すごい多い。これ阪神ジェットカーってなんで走らすかというと、ここ並行してる JR 神戸線とか阪急神戸線に比べて駅間距離がすごい短くて駅数も多いんですよね。でこう特急列車もあの走っていくんで、まあ、極力普通列車は早く時間短縮のために走らないといけないんで、まあ、加速性能を良くするっていうね、まあ、そういう対策を取ってるんですよね。だからこういうジェットカーを、まあ、普通列車は走らせてるっていう感じです、まあ、加速性能もいいんですけど減速性能も高いですね。そういえば車内見てなかったんですが、座席はまあこんな感じのロングシートで、ね、阪神タイガースになってちょっと特別仕様になってます。
はい、じゃあ終点高速神戸に到着です。すごい、向こう側線の車両と阪急が並ぶ光景が見れるっていうのね、すごいわ。そのまま引き上げていくみたいですね。高速神戸駅の駅前はこんな感じになってます。じゃあ今回は阪神本線を走る向こう側線のタイガース号、甲子園号に乗ってきました。いや、そうですね、やっぱり阪神優勝記念でね、こんな面白い列車をね運行してくれている阪神電鉄の粋な計らいすごいなと思いました。やっぱり向こう側線を走っている車両なんですけれども、まあ阪神5500系ということで元ジェットカーなんですけどね、向こう側線って短い支線なんで急加速とか、まあ、高速でね走行することできないんですけども、まあ、阪神本線をね高速で爆走していく姿、やっぱジェットカーのね、まあ、実力とか本領をね、まあ、発揮することができるということでね、そういう走りをまだね見ることができて、いや良かったし、非常にね面白かったです。で今日から3日間限定の運行なんですけどもね、いや乗ることができて良かったです。はい、じゃあ今回はこんな感じでね動画終わりたいと思います。ありがとうございました。